ティパスティということでね、まあね、まあ徐々にいろいろこう元気にねやっていかなきゃなっていうところではありますよね。うん。でまあ今日はね、まあそんな中ね、まあリュウチェイさんに届けじゃないけどね、まあ彼のことを思いつつも、まあ新たな道にね進んでいきたいよっていうところをね、姿勢をねみんなに見せたいなと思ってて、なので今日は僕彼もね本当にこう自分自身を表現して一生懸命ねいろんなことにチャレンジしてたなーっていうのを思い出して、まあ、僕自身もね初心忘れべからずじゃないけど、何やりたかったんだっけ俺っていうところを思い出して、本当にねリュウチェイさんに追いつけ追い越せじゃないけどもね、本当に雲の上の存在に、まあ、本当の意味でなってはしまったけれども、本当にこう彼もねそういうピュアに何かにこう自分を表現するってところは本当に俺見習っていきたいと思ってるから、そういう意味でね今日はね、もともとねお笑いやる前はちょっとね俳優とかもやりたかった。うん、俳優さんってめちゃくちゃ面白い仕事だなと思ってやりたくて、で劇団とかもね見学とか行ったんだけども、まぁ、ちょっとねバイトもしない方がいいぞみたいなぐらい、まあストイックにねやんなきゃいけないっていうので、俺はその覚悟ないなと思ったんでやめちゃったんだけども、やっぱねやりたいなっていう気持ちがどっかにあったんで今日ねやります。じゃあね早速始めましょうか。はい、いやー久しぶりに帰ってきたな。いやーもう就職してからなかなか忙しくて帰れなかったしな。もう何年ぶりだろう、5年ぶりか。いや懐かしいな、変わってねえな。みんな元気してるかな。ぷっぷぷっぷ、たかし、うわ久しぶりじゃん、何やってたっぺ。俺だっぺ、俺相川よ。なんだっぺ、言ってよ一言。帰ってくるって言ってんだから、なんだっぺこんなとこでプーなんつって。俺どうかの暴走族かと思ったよ。うん、今暴走族に絡まれたのかと思ったよ。お前プーなんてやっからよ、怖えよお前、いきなりそんなプーなんてよ人が歩道を歩いてったらよ。お前なんだっぺそっちから来てプーなんてやって、俺赤信号で渡ってんのかと思ったよ。うん、びっくりしちゃっぺよ、なんだっぺ。うん、いや、夏だから帰ってきたんだっぺよ。うん。夏休みだっぺ今。うん、だからちょっと実家にもよ、5、6年顔出しねえんだ。そう、だからそう。親もちょっと心配してっぺ。さすがにな。だから、ちょっと帰ってきたんだっぺよ。なんだっぺ、たかし。こんな日中から。車の転がして。どこ行くんだっぺ？ん？カフェ？なんだっぺお前、こんな田舎でカフェなんて、お前、おじゃれこいて。カフェなんか行かなくていいべや、お前、そんなその辺の。喫茶店あったっぺや、純ちゃんとこの喫茶店あったっぺや、たこ焼き売ってるとこの。あそこコーヒーでも何でもいくらでも行ったら出してくれんだよ。うん、粉のやつやって、普段はポカリしかねえんだけども、言ったらおばちゃん言ったらインスタントやってくれんだっぺお前、たこ焼きとコーヒーで全然合わねえけど、マジは。うん、なんだっぺカフェなんか行くのね、カフェなんだっぺカフェって。うん、自分でやってんの、なんだっぺ自分でやってんのカフェ。
カフェって自分でできんの、あれ自分でできんなっぺ。あれスターバックスなんだらあるけども、あれあんなもん自分でできねっぺよ。いろんな機材も必要なっぺ。うん、なんだっぺカフェって。カフェなんかやってねえべ。冗談だべ。本当にやってんの。何カフェよ。あ、猫。なんだっぺ猫カフェって。え、何猫さ集めて店開か知ってんの、みんなに。おいで、何ちょっとそのコーヒーだがなんだがインスタントだがを配ってんの。なんだっぺそれ、お前あれだっぺ、保護猫のそのあれ、あの譲渡会だっぺ。そんなもん、それを何猫カフェっていうの今は。おしゃれに。なんだっぺお前そんな、え、何やってんのお前そんな働きもせずに。え、何人気あんのこの辺で、猫のそんなやったって。ん、なんそうなん。あ、いやそれ大したもんだっぺよ、この辺で過疎過疎化してきてんのに。あ、そう、なんだっぺその、え、どこさからも結構来るんだっぺ。じゃあ東京の方からも新幹線か特急かで来るの。はあ、それすごいね。へえ、いや知らなかったよ俺そんな猫カフェだなんだか知らねえけども。うん、なんだっぺ俺譲渡会だと思ったっぺ。そんな聞いたら猫の保護猫だっぺあれ全部。なんだっぺお前、やっでもほんでも大したもんだっぺよそんな。うん、そうけ、結構でも大したもんがねえべ。そんな猫さん見せてインスタントのコーヒー配ってるだけだっぺよな。あ、まあ大して儲かりゃしねえべ。うん、月どんぐらいだっぺよ俺で。家賃だって払わなきゃいけねえし。え、そんな行くの。冗談だっぺだがじゃお前、お前そんな、お前のお父さんそんな、お前のお父さんあれだっぺよお前、百姓だっぺその辺の。百姓継がないけんのに、なんで子供がそんな、え、猫さ集めて野良猫集めてコーヒーさ配ってんの、空き家で。俺で月なんぼそれ、そんな稼げんの本当に。お前ちょっと俺が東京から帰ってきたからってお前さやって冗談言ってんじゃねえのお前。ねえ、なんだっぺお前ほんと、え、なんだっぺそんな稼げねえだっぺお前。なんだっぺ嘘ついて本当に。どうれ見してみ、その通帳見してみ、通帳あんだっぺお前の通帳見してみ。今ちょうど銀行さ行くとこだったっぺ。うん、見してみ。あれ、本当にこれお前 お父さんとかが振り込んだんじゃないの。お父さんとかが、なんか親が譲渡あのな、遺産相続のあれじゃねえのこれ。店のなの。おお、本当だっぺこれ。毎月なんだっぺお前こんな、 いつの間にこんなお前、お前みんなびっくりしてんじゃねえのお前。あの百姓の息子のたかしが、え、なんだか知んねえけど野良猫さ集めて空き家で見せて見せびらかしって、なんかおいで月こんな稼げた、みんなびっくりすんべよ。なんだっぺお前、俺さ、じゃあ東京行った意味ねえべよこんなもん。一生懸命やって東京でやってんのに、え、なんでマンションのあれよ、マンションの賃貸をあれしてんだっぺや。その部屋貸してくれっていう人に貸してやってん、貸しあれやっぺや、あの賃貸業者だっぺよ。ああ、部屋ないですかって言ったら、この辺どうですかっつって入れてやんだよ。それで一軒の手数料でやってんだよこっちは。泣く泣くその一月に一人か二人当て込めばいいかっていうやつだよ俺なんかは。ほんでも一生懸命やってんだっぺ今町のその不動産ちっちゃいとこで
やってんだっぺ東京で。俺だってなんだっぺお前、そんなこんな田舎にいるままでこんな野良猫集めて、いい商売してんなお前、本当になんだっぺそれ。ん？そこで僕は考えました。今僕がたかしに、俺も一緒にそのカフェ手伝わせてくれないかとはなかなか言えないものですよね。幼なじみであっても金が絡めばそれはもうただの商売敵。金が絡めば人と人なんて簡単に関係がこじれてしまうんです。だから僕は考えたんです。たかし、でもお前猫さどっから集めてんの？猫は、うん、保護猫？ほんだっぺそのも保護する猫も限りがあっぺよ。でもな、限りがあんだやっぱ猫っつのは。うん、どこそんなに年がら年中保護はされてねっぺよ猫もな。今あの苦、あれがね、苦情がおっぺよ。あの猫がいっぱい産んじゃったとかでさ、おいでちょっとこう減らしてんだっぺ。変な話、役所がそういう猫が減るようにな、あのかわいそう猫が。だからこの子たちがでかくなっちゃったらどうすんだっぺ。今子猫で可愛いから来てんだっぺ。うん、どうすんだお前、今だけじゃねえの。うん、にゃーにゃーにゃー、ペロペロにゃー。なん、いや、まあ、あれなんだよ、俺も実はちょっと猫的なとこあんだっぺ、昔からな。うん、昔からちょっと思ってたとこあんじゃねえの。なんかこいつ相変わらちょっと猫っぺーなーみたいな、子猫っぺーなんか可愛さあんなーみたいな、毛並みをふわふわしてるし、目もなんかこう鋭いような、クリッとしたような目だし、ヒゲもな、ちょっと蓄えてるし、子猫っぺーとかあんじゃねえかみたいなのを思ってたっぺな。うん、そう、俺も結構言われてたんだ、あの辺では。うん、にゃー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 。うん、無意識にやっちまうんだこういうの。うん、うん、かわいいかわいいか、かわいいとは言わない、言わない、まあ、まあ、気悪くはねえけどな。うん、うん、おか、そしたらちょっとよ、お前んとこのその猫のそのカフェっつのこういうとこでちょっと俺やろうか猫。うん、でもだ猫そのあれだっぺよ、交代交代やないと、体もな、ずっとお客さんといたら猫もかわいそうだしな、しんどいしストレスで。だから代わる代わるやってやっぺよ俺、田舎帰ってきたら。うん、全然いいよ全然いいよ、わかんねえべ、なんか紛れられそうだっぺ。なんかこういう猫はいてもええべ別に、一人ぐらいはな。あ、面白いべ、逆には。キャッツってあったべ、ミュージカルのキャッツ、ああいう感じでちょっと描くから顔は、ちょっとそしたらいいべや、その方が話題なんだっぺ。この辺で地元の新聞で猫カフェオープンってよ、で一匹だけミュージカルのキャッツのキャッツが紛れてますとかやったらな、面白いべや。うん、おいでその猫たちはただ飯食わしてんだっぺお前、当然ただ飯っつうか、ちゃんと餌もあげてんだっぺ。おいで風呂も入れてあげて、おいで給料っつったら変だけど、まあその要はまあ煮干しだとか、うん、そういうちょっといいあれをあげてんだっぺたまに。
うん、俺の場合はまあ人間だからその煮干しだなんだっていうのはまあいらねえから、まあその出勤回数に応じてよ、うん、まあ1回あたりそのこれぐらいかなもらえたら俺は全然やるよ。いつでも東京から駆けつけっぺよ、深夜バスで、うん、深夜バスで新宿あたりから乗っておいで、ここ朝ぐらい着いておいで、身支度してもう直接そのままお店出るよ、にゃーっつって。うん、土日とかだ、土日限定でもいいよ。金曜の夜の深夜出て土日でにゃーやって、で日曜の深夜また帰って、で月曜の朝からまた不動産や。だからバスの中でこれ落とすんや、うん、で急ぐからバス乗るときはまだキャッツやな。でちょっと運転手さんもあらなんかキャッツみたいな人乗ってきたなーなんて思うかもしんないけども、まあそれはだからそのな、着いたらもう取れていくから、うん、で横のお客さんもなんかな、あのあれなんか横の人キャッツだななんつってな、ちょっとびっくりするかもしんないけども、まああの迷惑かかんねえようにちょっと落として、あのパーキングエリアとかで戻すから、うん、どうや、うん、ちょっと考えといてや、うんうんうん、また連絡して、連絡して俺の LINE 知ってっぺ、うん、変わってねえから、うんうん、連絡してな、うん、猫で、猫のやつってな、うん、猫足りてねえだろ、うん、猫不足の方で、連絡させてもらいましたと、たかしですって、言ってくれればわかるから、LINE 見たらわかるから、おいで、その、ちょっと、詳細詰めよう、な、うん、おいで、ちょっと、実家顔出さなきゃいけないから、うん。うん、まだ頑張ってな、猫の方もな、うんうんうん、まだね、うんまだね、うん。そして僕はたかしとうまいこと話をつけた気がして、その日は実家に意気揚々と帰ったのでした。僕は東京ではなかなかお金っていうのが稼ぐのって大変だなって思ってたところがありまして、不動産のその賃貸の仕事以外にも何か割のいい仕事がないかなと危うくブラックバイトに手を染めるところでした。それがたかしとの出会いによって猫カフェで猫になってお金を稼げるという、そんなチャンスが僕に舞い降りてきた。そう思ったら一気に視界が開けて、なんだかそこはもうキャッツのような世界だった。ということでね、今日はね、お芝居の方、やらせていただきました。この動画をね、勝手に切り取って、そういう俳優関係だとか、演劇関係の方だとか、まあ、あるいはドラマ、映画、まあ、そういう方々に送って、あ、こんな子いるよって、こんな子どうっていう営業をしてもらってもいいですし、まあダビングしてご家族に配るっていうのも全然ありですし、はい、本当にね、僕もね、りゅうちぇるさんの背中を見習って、本当にね、自分のやりたいこと、どんどん表現していければなと思います。はい、じゃあまたね、この相川俳優目指せ俳優シリーズ、名俳優シリーズっていうのはね、またやっていきたいと思いますんで、またね、楽しみにしていただければなと思います。本当にね、本当に暑くなってきてるから、本当に皆さんの熱中症だけは気をつけて、本当にね、お部屋で涼しくして、まあ、相川 TV をね、最初からこう見直すでもいいし、うん、してください。はい、じゃあね、また来週も、楽しみに、しててください。ニャスティパスティ。